はい、レオンテナルです。言霊仮面ライダーコラボ第5弾のガチャをまず回しまくりましたので、次は仮面ライダークイズ行きましょう。これでも今回まだクリアしてないけど、もう全部クリアになってるね。前回から引き継がれてるのか。とりあえず令和から行きまーす。これ文字は自分で選ぶやつなので、誰がパーティーでもいいっすよね。はい、まず01が出てきましたが、リバイスレックスは仮面ライダーリバイと仮面ライダーバイスがレックスゲノムでリミックスした姿ですね。これ時間が短いから割とサクッといかないとね。リミックス。はい、オッケー。超簡単っすね。次。白い狐モチーフの仮面ライダーギーツに変身するデザイアグランプリで腐敗を誇った人物は浮世絵師。はい、いいね。これ問題10問もあるんだっけ。小説家神山東馬が炎の聖剣火炎剣烈火と出会い変身するのが仮面ライダーセイバー。はい、五十嵐一輝が○○○ドライバーを装着しバイスと共に変身した姿はリバイスだね。割と短いんだよな、考える時間が。残り6問。仮面ライダーデモンズに変身したフェニックスの分隊長は、角田博美だから、ああ、間違えた！ヒーリー入れちゃった。こういうことがあるんだよ。しまった。でも合ってたね。神山東馬の決め台詞。物語の結末は、俺が決める。牛島家が、牛島家の人々が所属するフェニックスを剣する組織は、ウィークエンド。ウィークエンド合ってんじゃん。なんで間違った？○○○はヒデインテリジェンスによって開発された人工知能搭載人型ロボ、ヒューマギア。なんで今の間違ったの？合ってたじゃん。伸ばすやつがたまに間違ったりするんだよな。オッケー。答え合ってんのになんか不正か。文字が、あれがちっちゃいか。そうか、しまった。瀕死の重傷を負った五十嵐健太は、義父の細胞を心臓に移植することで生かされた、だね。はい。デッドマンズ。カンボ・オルテカが変身するのは、ダイオウイカ。はい、これで終わりですね。サクッと全問正解いくつもりが入力ミスで。じゃあ次平成編。あれだね、要はこのクリアになってるけど、前回から引き継ぎでだけど問題自体は新しくなってるよね。平成はじゃあ前回と結構ダダかぶりなのかな。バイク形態のビークルモードと人型戦闘メーカー形態のバトルモードという2つの形態を持つ可変型バイクはオートバジンか。はい。なんで？O にしなきゃいけなかったの？もう、ここがさ、罠。〇〇はかつて戦士クーガーに敗北したグロンギじゃね？グロンギ。ちょっと合ってんのにさ、さっきから。ぎ。はい、オッケー。カズラバコータは迷い込んだ不思議な森で、戦国ドライバーとロックシードを拾い、スイッ。野上良太郎は仮面ライダー電王に変身し、やい。次は木更木健太郎の決め台詞、タイマー張らせてもらうぜ。はい、これで今ね5問目6問目。天道掃除は○○○が得意でいつも妹のためにその腕を振るっている料理ですね。
はい。おばあちゃんが言っていた。ダンクロットの決め台詞。はい。コンティニューしてでもクリアする。はい、オッケー。残り3問。暦の体内には、暦の体内には、〇〇があり、定期的に魔力を必要、と定期的に魔力が必要になる。あ、賢者の石か。おーい、あぶねぶねぶね。待って。賢者の石だよね。石。間に合った。あぶねー。津上正一が記憶喪失になるきっかけになったフェリーの事故も赤月号ですね。はい。木場裕二がスマートブレイン社長から送られたメモリーカードをスマートパッドに装填して表示されたメッセージは〇〇は深い。わかる。で全然わからん。おいやこれわかんないわ。ちょっと飛ばそう。答えは王の眠りは深い。覚えてねえし、言われてもわかんなかったわ。はい、まあ実質9問正解ですね。じゃあ昭和編も行こう。ジョー・シゲルは自ら改造手術を受け、仮面ライダーも、あ、これはさすがに簡単、ストロンガーですね。ストロンガーってるよね。はい。次は、変身能力を奪われ、宇宙に成り出された南光太郎は、太陽光線の生命エネルギーを受けて、太陽の子、仮面ライダー、ブラック RX。RX。ほい。元デストロンの科学者、ヨキジョージは専用のヘルメットを装着し、ライダーマン。この辺なんか問題変わってない？一緒？もう本郷たけしでしょ。これ読むまでもなく。はい。南光太郎と共にゴルゴムに選ばれた、信彦は世紀王シャドウ、ここさあ、シャドウムーン、ムーンでね。あ、終わった？あ、まだだ。あと半分。アレックスが変身した〇〇は別名怒りの王子。怒りの王子はロボライダーじゃなくてバイオライダーか。あっちは悲しみだもんね。ここまた大丈夫？伸ばすところ。ライダー。あ、オッケー。ショッカー大幹部である地獄大使。その正体はガラガランダー。はいはいはい。残り2問。デストロンによって蘇ったショッカーとゲルショッカー。四大幹部、ゾル大佐、地獄大使、ブラック将軍、死神博士か。あと一人は死神博士ね。ブラックさん。仮面ライダーブラックとシャドウムーンの次期創世王候補の、次期創世王候補、ブラックさんイコール仮面ライダーブラックとシャドウムーンは次期創世王候補の、ちょっと待って、なんだっけ、次期創世王候補の正規王か、次期創世王候補の正規王だよね。おー、よかったよかった。立花のおやさんのスナックのバイク用品店立花オートコーナーに改装、立花レーシングクラブを立ち上げた。スナックはスナックなんだったっけ。アミーゴだよね。あー、ここ大事。あー、ミーまではいいじゃん。ミー、ここちっちゃいイカ？アミーゴ。
ここブーってなったらマジもうブチ切れっすよ。どうほらもうアミーゴ、もうどう、何それ、いいじゃんアミーゴで合ってんじゃん。もうわけわからん、この伸ばすとこの入力が。クイズエクストラこの辺もやってるね。これも前やったやつか、もう覚えてないな。5問全5問。改造手術により体内に発電装置を得たジョーシゲルは改造人間、うん、ん？改造電気人間、はい、グロンギの5集団がこの人間狩りゲームのことをグロンギの集団の言葉で、いやーわかんない〇〇〇ゲゲル降参です。これ入力取り消しとかあるんだ。あーもう全然わかんない、言われてもわかんない。進藤林太郎が人のことを、ホモサピエン、ん？ホモサピエンスだね、ホモサピエンス、はい、ていう。アークの結社ゴルゴムの三大神官の名前はダロム、バロム。シミュレーション、ちょっと待って、全然わからさない。ダロム、バロム。お前、ブラックさんも見ただろ、名前変わってなかっただろ、やべえ。なんだっけ、ビシュム。全然抜けてたわ。さまざまなライダーの世界を旅する角谷司は、〇〇〇の仮面ライダーとも言い表される通りすがり。はい、終わった。解放済みの言葉もあるから、やっぱ前と一部問題被ってるね。これで全部か。あとさ、あれか。クイズのノーマルか。じゃあ最後にこれやります。ファッション、パッション、クエスチョン。これね。千年に一人と歌われる天才バイオリニストで、マヤと一緒にブラッディローズを完成させた、音や、くれない音や。はい。ショッカーに拉致され、改造人間されてしまった、一文字隼人は、脳改造、まあ、もう一文字隼人だね。いや、エクストラクイズはやっぱわかんないやつがちょこっとあったね。水の剣士、進藤林太郎が変身するのは仮面ライダーブレイズ。これで終わりか。はい、終わりです。じゃあガチャの石が2000個ぐらいね、またちょっとイベントやって、埋まったし石もらう、あら3、あでもらえるね。はい、で、はい、1000個もらえたので新しいパネルか。ゼクロスかファイズカイザデルタが欲しいんで、これを30連回します。あ、ブルー、あ、これは微妙ですね、全部金と銀ですね、厳しい。次、そもそも割とサクッとさ欲しいやつが出て、まあまああれ170年おーぐらいやったの、意外と運良かったのかな。あ、ちょどうする、せゼクロスじゃない、ゼクロス来い、よし、来た来た、ありがとうございます、あざす。これであとはファイズが出れば OK。 ここガチャどうなってる、こっちどっちでもいいのか、こっちで回そう。最後、今回最後ね、また石溜まったら回すわ。あゼクロスか、またおお、まさかの突破、はい、煙突チャギーンで、やっぱファイズ、あのサンライダーはなかなか厳しめみたいですね。って感じで、これが仮面ライダークイズの第5弾の方のコラボの動画でございました。ゼクロスも出てよかった。